乃木坂46の井上和が22日、自身の公式ブログを更新。遠藤さくらと東京ディズニーシーを訪れた際のショットを複数公開し、反響が寄せられている。井上は、遠藤さくらとの乃木坂ディズニーショット大量公開。井上は、東京ディズニーシーに行ってきましたと添え、遠藤とのショットを多数公開。新エリアであるファンタジースプリングスも訪れたといい、新エリアの乗り物は、全部乗りました楽しかったと綴った。また遠藤は4月9日に更新したブログの中で、井上とディズニーを訪れたことに触れているが、その際に、これは、もう私の根の性格のせいでこんな私が？どこがいいのよって、毎回思ってしまうんだけどびっくりするくらい嘘がなく、まっすぐなんですねと、加入前から、遠藤のファンであることで知られる井上からの愛に触れ、だったらもう、このまま、ずっと、好きでいてくれればいいのに、とメッセージ。これに返信するような形で、井上は、たくさん伝えます変わらないですよ、と、ブログでまっすぐに伝えていた。これらの写真ややりとりを受けて、ファンからは、尊すぎる、なぎさく最高、ずっとこのままでいて、無敵の可愛さなどの声が寄せられている。